今日はですね、あのレジレイありがとうございました。来てくださった皆さん全能楽しかったですね。いやマジでいい試合だったわ。びっくりするぐらいなんかいい感じに、本当にあの面白くない展開ってあるらしいんですよ、結構。どうしてももうこれに関してはだけど、今回に関してはその声、天の声やってくれたジンジンさんとかも言ってたけど、マジで面白かったらしくて、あれは見てる方もねとっても楽しい展開になってたなーって。私は正直特に役職なくて、まあ、あんまりなんか発言もできなくて全然だったんですけど、4回やったんですけど、私ねあんまり記憶がもうなくて、確か私全部普通のレジスタンスだった気がする。4回ともあれ違うかったかな、でもなんか4回とも普通のレジスタンスだったような気もするんだけど、なんか役職あったかな、ちょっともう覚えてないのに、記憶がないのよ私。夜の部の2回は普通のレジスタンスだったんだけど、昼の部がなんかやったかな、役職。なんか自分のリハの時は結構役職が当たったんですよ。それと混ざってて、あ、私あれだったんだ、スカウターだった。違うスカウターだったんだ。一回レジスタンス側のスカウターやったんだった。それで終わりだ、今思い出したわ。レジスタンス、普通のレジスタンス、スカウター、レジスタンスだったかな気がする。ちょっとあんま記憶ないんだけど、そうだった気がするね。いや、さきほさんがめちゃくちゃうまかったですね。マジで本当にうまくて、ちょっとやばかった。仲間のふりをして最後裏切るのがうまくて、一回そのパターン稽古でもあったんですよ実は。さきほさんめっちゃうまいねみたいな。あとういさんも稽古の時そういう感じのやつが一回あったのでめちゃくちゃうまいなと思ってたんだけど、マジで本当になんかあごに2級できたの、なんか本当にうまかったな。やっぱり分かってくるともっと楽しいのかもしれないね。今回初めてやったけど、いやマジで難しかった。なんかね、ほんと正直な話、人が言ってることめっちゃ怪しく聞こえたりするので、自分がスカウターだった時にすごいそのスリーアイズなんだっけをめっちゃ見っとフェイクが見えるじゃないですか。で最初の時フェイクが分かったから、このあのもう一人の人が絶対仲間サードアイだって分かって、めっちゃ見ちゃうわけよ。でもどうしてもそうなると、それは危なかったし、なんか仲間、最終的に結果的に仲間だったんだけど、仲間だったんだけど、その仲間がボソッと言った言葉、暗殺者でなんか探してるみたいなに風に聞こえたりもするの。なかなか本当にあのね、すごくねむずい、本当にむずい。しかも今回4回やって、3回あの暗殺者に殺されてるんですよ。で最後の最後は普通に負けたんだけど、今回レジスタンス一勝もしてないんです。まさかの全部スパイたちが勝ってっていう、もう本当にいやマジでなんかすごいよね。いやうまかったな、ね、めちゃくちゃ思うし、いやすごいなと思いましたね本当に。
あ、スパイ側は私も何回かやりました。私2回しか稽古に行けなかったので、その役職の立ち回りとかっていうのがちょっと難しかったりとかしたので、スパイ側も1回やらせてもらいましたけど、すごい難しいのよあれは本当に。そう、すごい難しかった。ねえ、あれ本当に適当にシャッフルするしてるから、そう、役職とかもねすごい面白かった。2回連続キングになってたりとか、そういうのがあるから、なんか本当に面白かったね。すごかったわあれは。いやー楽しかったね。でも今日はね、私ね、あとさ、自分が仲間なのか敵なのかをさ覚えてないといけなかったじゃないですか。だからそれがねすごい難かったかもねっていうお話。めっちゃごめん、すごい集中してた。めっちゃ私も気になると他ごとすぐね気になったことしちゃうの、ほんとごめんなさい、ほんとにすいません。いや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 、なんか今日ほんとは稽古でね、今日振り入れがあったんですよ。振り入れというかまだついてないところのがあって、それがね今送られてきたから、私明日までに覚えないといけないんですよね。明日ブロック投資があって、そう、それをね明日までに覚えないといけなくて、ちょっと今ねすごい集中して見ちゃってたねどんな感じかなとか思いながら。いやそうなんですよ、一番痛かったところに今日入れなかったから、ちょっとめっちゃガン見してるけど、でもこれ音楽ないと何が何か分かんないし、これ私バーター誰か入ってくるよく分かんない。いや、あとでしょ。よいしょ。なんでも配信は15分しかやらないです。ちょっともう明日のやつ覚えないとやばいんで、覚えちゃいたいので、振り起こししちゃいたいので、明日ブロック投資がもう始まってしまうのでね。なのでちょっと今日はこの辺で、あ、この辺でって、この辺じゃないけど、まだかこの辺でとか言っちゃう。明日何時に終わるんだろうな、にゃにゃ、先やっちゃうか、先やっちゃうね。稽古もなんか何時に終わるか分かんないんですよ、もう終わり次第って感じだから、もう先にやっちゃおう、なんかの方が楽だなと思います。稽古もなんかやっぱりさ、なんかこうやってさ、その別にそんな出番ないから疲れやしないんだけど、そのなんだろうな、緊迫した空気感にいるとか、逆に待機してるだけでもちょっと若干疲れちゃうじゃないですか。だからもう明日はそのお稽古の前にやっちゃって、もうショールーム、いや昼前にやります、私昼にはもういないね、やっちゃって、もうなんか
まあ帰ったら何にもしなくていい、ご飯食べるだけでいいみたいなことにしたいなとか思うけど、忘れそうな気もするよね。ねえ、そう、なんか帰ってショールームしないといけないって考えるのがすごいちょっとね、あれだから。だってショールームがどうこうっていうわけじゃなくて、その帰ってまだ何かっていうのがね大変じゃん、かごとで気落ちるの。そうそうなんですよね。あ、どうぞどうぞ。そう、先にやっちゃった方が後がやっぱ楽なんでね。まあ別に剣はあるっちゃあるけど、そんな、ね、使いたくない。気にやっちゃって、って感じだね。だから忘れてたらごめんねって感じ。忘れてたら、まあまあその時よ。もうそれはそれで自分に余裕がなかったっていうか、なんかあんま記憶にないっていうか、もうそれはそれなんで、忘れてたら忘れてた。家帰ってやりましょうっていうだけ。だし、普通に覚えてたらやった方が、好きにやってた方が楽だねっていうだけの話で、正直正直多分私にショールームもなんかすごいやってほしい、毎日やってほしいって思ってる人はちょっと少なそうだからね、話聞いてると。まあまあまあ、私ができる限り、続けられる限り、まあ私やっていこうかなって感じでやってますので、全然全然、まあ、もう切れたら切れたで。ね、なんで、まあ今日はね、配信もあったし、現場に来てくれた人もいただろうし、いやでもマジで今日のな、めっちゃ面白かったな、あれは本当にね、見て損はなかったと思う。シンプルになんか楽屋に帰った後とかでも、いやマジでやばかった、うまいねとか、なんかあそこもうちょっとこうガッといけてたりしたらなみたいなのとかもね、みんな言ってて、その裏での話し合いも結構楽しかったんですよね。だからね、本当にね、すごいね、あれはね、見てて楽しかったと思うんですけど、自分で考えながらやった人とかもね、絶対楽しかっただろうなって思う。裏で盛り上がってたの聞こえてたよ、だってやば、恥ずかしい。いやそうなんよ、みんなでめっちゃ終わった後に討論してたんですよ。あれ楽屋近いからね、やだよ。じゃあ15分経ったんでランキング読んじゃいます。13ヤングさん、12サムスさん、11近いシーさん、10ヨコーシ、あ、13位ニキオさん、10のお疲れ様、楽しかったよ、ありがとう。13位言ったら12サムスさん、11ワイマツさん、10ヤキヒコさん、キータクイチさん、シュール難しかったけど楽しかったです、おお、ありがとうございます。8位近いシーさん、7位ミスター社交辞令さん、6位ストラドレイダさん、5位ティンさん、4位マーニャンさん、ジロー難しかったけど楽しかったよ、ありがとう。3位ヒデユキさん、2024年初夢の命もごめんなさい、大好きだった、おありがとうございます。そして2位がヒカリン 100X さん、昼夜見に行って面白かった、いやマジでそれはそう。そして今日の第1話のアラブさんです。というわけで見に来てくださった皆さん本当にありがとうございました。またもうやんないんだけど、私は人狼、まあ、人狼ぜひ皆さんよかったやってみてくださいとかってね、本当に楽しかったです今日も。というわけでまた明日からね、私はハイカードの舞台の方も結構頑張りたいと思います。それじゃあ皆さん、今日も見ていただき本当にありがとうございました。私はこの後頑張ります。もう時間が時間なんで、もう時間が時間なんでって、うちの今の時計ぶっ壊れてるから、今2時55分なんだけど、思ったそれ、うん、
ぶっ壊れてるでしょ。でもね、あ、ずれてるって思うじゃん。あ、急に時間合うの。でももうずれてる。多分電池ないよ、交換線と。動いてない。じゃあそんなわけで皆さんまた明日、バイバーイ。